De uma vista sem vídeo, luz sobre abadiância, Goiás, BR. Me parece era o mesmo caso, uma luzinha rodeia uma mulher, em um dado momento essa luz vai em direção a uns arbustos e se transforma em algo como bordas finas como um CD, de acordo com o comentário dela, dá pra esconder nenhum objeto que gira em altíssima velocidade, e depois assumir uma forma de luzinha, ou bolinha. E desaparece, acho que é o mesmo tipo de objeto. Brasil 在住の協力者の方からこんな情報が届いています。この動画を見てください。アバディアニアで撮影された光があなたの遭遇なさった事件とよく似ています。小さな光が一人の女性の周囲を飛び回ったという事件です。その光はあちこちを飛び回りましたが、その先端は CD のように薄かったそうです。あなたはその動画を見れば、その物体が高速で回転しているのがわかるでしょう。そして次の瞬間には小さな光あるいはボールのようになり、そして消えたそうです。私は同じ種類の物体だと思います。広志林浜松シティジャパン。最初に疑ったのは虫ではないかということですが、しかし虫の動きではないと判断しました。次になぜこの女性が偶然にもこのような、物体をですねカメラで収めることができたかということなんですけども、どうやらこの物体はですね、その女性の周りに長く現れていたらしいです。でその女性がですねカメラを持ってきてその方向に向かって撮ったということになります。と同時にですね、その物体の動きを見ているとですね、この画像からは分かりませんが、その女性はですねその物体をかなり正確に目で見て捉えておられたようです。偶然映り込んだというよりもですね、
その女性はその物体を目で確認しながらカメラで追いかけたというような雰囲気です。つまり、まあ、この画像から見るよりもですね、はるかに正確に出ますか、しっかりと確認なさっておられたようです。で、この情報をくださった方の説明によるとですね、この、まあ、その画面上に書いてあることはですね、薄い CD のようであったということ、そして高速に回転していたということだそうです。つまりそのようなことをですね、この写真と言いますか動画を撮られた方は目で確認されていたのではないかと思います。ともあれ、このような、まあ、小型のですね、超小型の高速で飛び回る UFO は現在世界各地で目撃されています。まあ、カメラに収められるケースは大変少ないんですけども、その少ないケースの一つがこの、まあ、動画ということになります。で、この動画についてですね、つまりその情報をくださった方はですね、私がですね、2018年の7月8月に、まあ、経験しました海溝事件に現れた、まあ、UFO と似ているのではないかということです。まあ、それで、まあ、今日皆さんに紹介させていただきました。で、2018年の7月8月に現れました海溝事件の動画についてはこの後にその、まあ、目撃証言を、収録といいますか載せておき、つなげておきますから、どうかご覧になってください。が、この動画の中には大変なものが映り込んでいました。もう一度その1シーンを見てください。今ここに UFO らしきものが墜落していきました。そしてそのカメラを持った方はですね、そのあたりを、ここに何かがあるということで、この部分をこのように動画に収めておられます。動画の方で見るとかすかに振動といいますか動いているのがわかります。で、拡大してみます。で、これは何かということなんですね。それでその約1分20秒後の、1コマと比較してみます。左がですね4分31秒前後の部分です。右がですね5分49秒前後のその部分です。で、5分49秒後、右のですね白枠の中にその物体があるはずですが、この白枠の中にはそれがありません。位置を特定します。となると、この赤い部分にある、あるいはあったはずのその左の物体はどこへ消えたかということになります。消えました。となると左の物体は何かということになるわけですけども、つまりこれがですね、光を落とした状態における超小型 UFO の実態ということになるのではないでしょうか。何かしら芯の上にですね、白いコイルのようなものを巻いた形をしているのがわかります。
大きさは分かりませんが、かなり小さいものだと思われます。で、黒い部分、下の部分がですね、影、そして上のですね、白と黒で構成されている部分が超小型 UFO の実態ということになるのではないでしょうか。となると、世界で初めていわゆるまあ超小型のですね、白い UFO の実態をこのような形で捉えたということになります。つまり、この、まあ、地面にですね、この物体がここに光を落として着陸していたということになります。もう一度皆さんにそのシーンをご覧いただきます。この部分で白い物体が左右あるいは上下に小刻みに動き回っているのが分かります。そして突然下に向かって落ちていきます。注意深くご覧ください。そして下に落ちたその物体は風に揺らぐかのようにかすかに動いているのが分かります。この物体です。そして下に落ちていきます。今落ちていきました。そしてそのカメラを持った方はですね、その落ちたあたりをカメラで写しています。この部分ですね、注意深くご覧ください。そしてそのちょうど中心部にそれがありますが、今拡大してみましたが、これがその物体ではないかということになります。もしこれがその物体であるならば、これこそまさに UFO の実体写真ということになります。大ビンゴです。さらに何人かの方からですね、この物体が起き上がったり倒れたりしていると、そういうような報告を受けましたので、再確認してみます。2分の1のスローです。確かに動いています。3分の1スローにしてみます。倒れたような感じでくるくると、左右には揺れている感じがします。今瞬間倒れたような感じがしました。つまり動き回っているということですね。で、もう1取ってますから、10分の1スローにしてみます。で、動きを注意深く追いかけてみてください。この部分ですね、何やらフラフラしている感じがしますが、はっきりしません。しかし左右に揺れているのは分かりますね。今下の方に向いた感じがしましたけども、下の黒い部分は影ですから、その上がですね、どのように動いているかということなんですけども、頭の部分を左右に振っているみたいですね。で、このか、動画を撮られた方の報告によるとですね、薄いディスク状のようになっていたと、ということなんですね。で、次の瞬間にはこの物体が消えるわけです。4分31はこのようであると。5分49ではですね、同じ場所を探してみたんですけども、それらしいものはないということですね。あれば、この右下にもその影と一緒に映り込んでいるはずです。で、その前の同じような道路の面を見てもないんですよね。ですから4分31秒のところでこの物体が現れていたということになります。で、拡大してみます。で、これがもしと言いますか、はい、ということになれば、おそらく UFO をですね、静止画で捉えた世界でも大変珍しい画像の一枚ではないかと思います。ということで再検証してみました。で、送っていただいたですね、動画をそのままこの後につなげておきますから、皆さん自身でもご検証ください。